業務スーパー被害者の会、みんなの近所にある業務スーパー、ただ口コミサイトを見てみると、どうも絶対に買ってはいけない、まずいと評判の悪い商品が大変多い。安いし量も多いし、そりゃいろんな噂もあるでしょう。これは自分で確かめてみないと、ということで全9品買ってきました。マジでこれはやめといた方がいいという商品も発表します。ぜひご参考に。大人の大盛りカレー、さあ始めますか。カレーですね。お菓子作る時のやつ。ちょ、うち皿ないんですわ。具はございません。な、美味しいですけどね。確かにちょっと不思議な味はします。おそらくスパイスの味で。口コミを見てみると、レトルト感が強い、味が薄いという口コミがございます。僕がカレーを食べて味が薄いと思ったのはスタミナ太郎だけです。あとレトルト感が強い。レトルトですからね。しゃあない。まあ、安いですからね。この値段でこれならええかって感じですよ。いやー。ポテトサラダ。結構べっちょりで。めちゃめちゃお弁当の端っこにあるポテトサラダ。ていうか、スーパー玉での弁当に添えられてるポテトサラダ。まんまこれですよ。普通に食えちゃう。美味しいです。ちょっと甘めの味付けで、口コミ見てみましょう。べちゃっとしてて嫌だ。大味すぎて味が薄い。味が薄いというコメントが多いですね。あなたたちはスーパー玉でには近寄れませんね。玉で味。厚焼き卵ですね。厚焼き卵の見た目してて、味と食感は伊達巻きです。食感も味もすべて卵焼きじゃない。おさーっとした食感に、なんかこうかまぼこの親戚みたいな味。口コミ見てみましょう。味がしっくりこない、ふわふわ感がない。味がしっくりこないってのは、まさに卵焼きの味がしないからだと思いますね。ふわふわ感がないのもそうですね。もっさりしてるんで。ということで、厚焼き卵、卵焼きではございません。じゃあ鶏そぼろ、またご飯の登場ですね。はい、たっぷり入れちゃおうかな。はい、そうですね、これ肉より先にごぼうの味がすごいですね。ごぼうの味がすごい。美味しいですけどね。僕はごぼうが好きなんで美味しいです。鶏そぼろかと思ったらごぼうだったでしょう。口コミ見ていきましょう。肉の脂が固まって食べる気にならなかった。そもそも見た目で食べる気が起きなかった。僕が一切気にならなかったところが気になってらっしゃる。肉の油とか見た目はあまり気になりませんですね。ごぼうの味が強かったのが気になりました。ということで、これは鶏そぼろではなくごぼうふりかけです。チキンのトマト煮。うわ、柔らか。お肉めちゃめちゃ柔らかいんですけど、なんせ薄味。米が進まん。これ、薄味で米が進まないじゃないですか。口コミ見てみましょう。至ってシンプルな味付けなので、家でも作れそうだと思いました。あー、なるほど。僕が味が薄いと言ったところを、家でも作れそうとおっしゃってる。ロイヤルホストのパンケーキで怒られるやつですよ。家でも焼けそうって言ったら怒られますよ。僕もネットの口コミと同じ意見でしたと。まあ、僕の方からは味が薄いということで、いいように言い換えましょう。ヘルシーです。はい、ピリピリチキン、これもね、柔らかくていいですね。スープカレー食べてるみたいな味。もちろんご飯にも合うでしょう。いや、文句ないと思いますけどね、これ。これ何が不評なんですかね。ちょっと脂っこいとかですか。口コミ見てみましょう。ピリ辛と書いてあったので食べてみましたが、全然辛くなかったです。辛いのが苦手な私でも辛くないと感じてしまいました。市販の食べ物にピリ辛って書いていいぐらいには辛いです。ちゃんと、あ、これはわかんないです。辛くて美味しいです。これピリ辛で美味しいです。ベルギーワッフルですね。あ、甘っ。あんま。砂糖のシャリシャリ食感いいですね。さすが1個250キロカロリー。いやー、これの口コミはもう甘すぎるでしょ。口コミ見ていきましょう。甘すぎる、脂っこい、お腹に重くのしかかる。ほらー、これ、マックグリドル好きな人は食えますよ。よって僕は食えますね。朝に1枚食べたい。これはマックグリドル好きな人におすすめです。さあ、行きましょうか。これ、このまま直で行って大丈夫ですね。うん、オーケー。いやー、これ美味しいよ。安いチーズケーキの味がしますね。回転寿司屋さんとかで食べるチーズケーキの味がしますよ。かなり甘いんですけど、別にこれ全部食べるわけじゃないでしょ。これはうまいです。これの悪い口コミ読んでいきましょう。甘すぎてまずかった、オイリーで重たい、一口食べたらもういらない、チーズの酸味があまり感じられず重たかった、いい舌をお持ちのようで。業務スーパーの食い物でチーズの酸味うんぬん言ってんじゃないよ。成城石井に行きなさい。僕みたいな貧乏じたにはこれがちょうどいいんですよ。いや、むしろごちそうなんですよ。
これを家に常備しておきたい。仕事が終わった後、ジムに行った後、ランニングした後、帰ったらこれを食べれるっていうご褒美感はちゃんとありますよ。大変おすすめです。いい意味で安っぽくて美味しいです。コーヒーゼリーですね。甘い。牛乳かけたら多分美味しいと思いますね。まあ後で僕は牛乳の中にぶち込んでいただこうかなと思いますね。甘いんですよなんか。いや、これ単体で食べるとちょっとしんどいかもしれないですね。原因は甘いからじゃないですか？口コミ見ていきましょう。味が単調で飽きる。量が多くて食べきれない。あのサイズのコーヒーゼリーを買ってるので、味が単調で飽きるっていうのは覚悟の上ですよ。量が多くて食べきれない。これはパッケージにちゃんと7、8人用って書いてました。本当はこれ7、8人で分けて食べるんですよ。一人で食べようとするから味に飽きて最後は捨てる羽目になるんですよ。ぜひ一緒に食べる相手を探してください。ぼっちは絶対に買わないでくださいということです。以上すべての商品食べました。今回買ってはいけない商品というのを買いましたが、その中でもお気に入りの商品はチーズケーキですね。庶民の舌にはめちゃめちゃ合うと思います。そして業務スーパーで買ってはいけない商品を食べてマジで買っちゃいけないなと思ったのは厚焼き卵ですね。なぜなら卵ではなかったからですね。あとはそんなに気にならなかったし、っていうならチキンのトマト煮ですね。味が薄いということです。今回みたいにまずいまずいと言われてる商品、いざ食べてみたらめちゃめちゃ美味しかったりするんで、まあんまり当てにしすぎないことが大事かと思います。それじゃあこれ責任を持って食べます。トッ